を問わず仲良くしていただけると嬉しいですわ。なんだ、普通の子みたいだ。ちなみに趣味は毛だらけの男性と戯れることです。全然普通じゃなかった。満足できなくて。満足できないんだって。甚だしい勘違いです。いいし、どれですの？え、私は C でしたよ。そうなのですか。すみません、私は C 以上でして、最近また大きく。高坂さん、ランチメニューの話だから。C 以上？それは食べてみたいですわ。一旦会話ストップ。篠崎くん、連れ損しましょう。なんで？というかできないよ。殿方と親睦を深めるにはこれが一番と聞きましたが。男女ではダメです。うわ、残念ですわ。できる、できる。姉ちゃん、もうやめて。私、何か悪いことしまして、何か悪いことしまして。西条さん、落ち着いて。なんかすっごい修羅場っぽくなってる。そうね、何かしら。何？あっ！シューズ！でも、コベニちゃんもすっかり大きくなって、あんなに小さかったのに。一緒に連れ損したマカちゃんの中。
僕は良かれと思って。誰、何を間違えたんだ。